ハードウェアコースの山際祐介です。私はクロマキー合成によるバーチャル背景を FPGA で実装しました。クロマキー合成とは映像から特定の色を認識し、その部分に別の映像や画像を合成する技術のことで CM や映画の撮影などに用いられています。また、バーチャル背景はズームで 自分の背景に画像やビデオを表示する機能のことでリモートワークやオンライン授業などで使用したことのある方もいるかと思います今回はそのシステムをハードウェアで作成しました今実際に FPGA に接続したカメラで撮っている映像にクロマキー構成をしリアルタイムでディスプレイに出力しています このように自分が動いても、常にその背景に写真が合成されます。また、背景の写真は実行中に変更することが可能です。映像を見てわかるように少し合成がうまくいっていない部分もありますが、実現したい機能は作ることができました。作成した回路と入出力を説明します。 まず、カメラから取得する YUV 形式の映像データが、キャプチャ回路と呼ぶブロックに入ります。YUV のままでは表示ができないので、RGB に変換し、一度 FIFO に貯めます。その後、FPGA のボードにある v r a m というメモリにタイミングを制御して FIFO のデータを書き込みます。これで v r a m にはカメラから撮った映像と、 事前に入れておいた背景写真のデータが格納されているということになります。映像データはカメラを回している間は常に入力され続けます。次に、表示回路と呼ぶブロックに移ります。今度は v r a m にある RGB のデータを読み出していきます。この時、その RGB の値が緑色であると判定したら、もう一度 v r a m にアクセスして、 背景写真データの位置が対応する画像を持ってきて1ピクセルずつ置き換えますこの処理がクロマキー合成にあたりますその後表示回路のファイフォに溜め込み内部生成した同期信号とともに表示する1画面分のデータをディスプレイに送り1秒に60回これらの処理を繰り返せば出力ディスプレイにクロマキー合成された映像が映し出されるという仕組みです 緑色の判定は1秒間に60画面分 640×480 ドットを順に調べるため同じ処理をソフトウェアで単純に実現しても表示が追いつきませんでした。しかし回路にそれらの処理を行わせることで先ほどお見せしたようなリアルタイムでのクロマキー処理と表示が実現できています。発表は以上です。ありがとうございました。